マエケンの白作ムーキーベッツ、こちらマエケンの作品最強の一作となっております。キャッチャーがスパイダーマン、東映版。ボウリングうまいのもちゃんと知ってんだなと思って見てたら、ホームベースの後ろに化け物いて草。これ黒くしなかったところにコンプラージュを感じた。カープ時代より明らかに画力は上がってるんだけど、謎の安心感があって好き。横のボウリングはなんやねんと思ったけど、ベッツがボウリングうまいから描いたのか。確実に上手くなってきている。モチーフの位置関係を空間の中で把握しているし、線に迷いがない。ちゃんと向き合ったらすぐ上達する人だと思う。マエケン絵が上手くなってるな。この審判見て元気出た。キャッチャーがこいつ。ベッツは良いけど後ろに化け物いるじゃん絵に。この上手さで画伯言われる時代なのか。LA の描き方めっちゃわかるし、そこは好き。キャッチャー化け物すぎて草。ボウリングがプロ並みに上手い情報は知ってんねんな W。急にアメトーク始まってて草。アメトーク以外で書いちゃダメだって笑い。さすがマエケンすぎる城の化け物キャッチャー。UFO キャッチャー。ご視聴ありがとうございました。